有崎くんのクラスの担任の先生、キラー先生なんだって。なんでスタッカートで切るかよくわからないけど、いいわね。黒のが似合うタイプ、そう思わない？あら、ああ見えてキラ先生、脱いだらすごいのよ。女子校だもの。着替えの時とか結構大胆に、女のおしゃれはまずアンダーウェアからっていうのは、先生のためにあるような言葉ね。あんなお嬢様な顔してて、いざ一枚下は私もちょうど紫で、お揃いねってさわさわって投げ回されちゃった。しちゃうぞ。
ものはお財布、ポシェットぐらいかな。ダメです。絶対ダメ。博物館。だから大丈夫だもん。え？なんか言った？親父ギャグ、そういうとこ嫌い。そういうの。読まないで。内容は言わないでね。いやー、お猿さんの首だけ。
から読まないで、内容は言わないで。声出して読まないで。もう出る。私、今日ここに来たことは忘れるね。うん、こんなとこ来なかった、来なかった。お化けっていうより、怖くて気味悪いものは嫌いなの。それのどこがおかしいの？ボケツッコミ？しか見たことなかったのに、本物触れるなんて。キャー、嘘。ナオト君、あっちで世界のスーパードッグショー始まるって、行こう。
何のこと。また行きたいな。お母さんが強烈な犬嫌いだから。この母にしてどうしてこの娘っていう感じ。楽しいのは困る。すごく困るの。自分を責めなきゃいけないような気がするの。いい加減な自分を。
これは、道郎くんにもらったものだから。あと、一週間ちょっと。それでこの時間は終わる。そして、直人くんはまた、きっとまた、忘れる。それでもいい。何かが残るなら。写真、時計、何かが。ちょっとだね。ナオト君、誰もいないじゃない。
この熱気が好き。演劇が好き。でも、それは。画を通すべきじゃないかもしれない。でも、それじゃ、何も残らない。何？誰？私の中で喋ってるのは。これは、私の脚本。何をしてるの？一体女の子しか出てこない脚本をなんで男の人だけで。バカにしてるの？冗談でやってる？でも二人の目つきは真剣よね。シーンを短く切って。そうね、あれじゃ覚えきれないもんね。大げさじゃない。一応ちゃんとチェックしたということね。
出ていくの？やっと二人で考える気になったのに。で、その次なんだっけ？どこに帰るっていうの？覚えてられるかよ。ちゃんと入れとけよ、まったく。そこはそうじゃない。どこに帰るっていうの？の次はここの他にどの世界があるっていうの？視線は空に向けて、こっち正面を向いて言うの。いい？続けて。そこはもっとゆっくり。声のトーンは男の人だとイメージ違うけど、もっとしんみりした感じで、もっと遠くを見つめる感じで。そうそう、気を散らさないで、ちゃんと相方のセリフを聞いて。その次の部分のセリフの出だしは相方のセリフの最後にかぶさる感じで。はい、じゃあその部分だけもう一度お願い。ポーズはこんな感じかな。こんな感じかな。ちょっと男の人だとイメージ違いすぎるけど。
構疲れるな、これ。俺もやってて面白かったっすよ、夏希さん。ありがとう。本当に心から言わせてもらうわ。すごく楽しかったし、それにそれだけじゃない。一つ分かったの。この本は私が書いたものだけど、私のものじゃない。それがよく分かったの。この本はこの本の命を持ってる。それをこのまま埋もれさせたくない。全くの素人の人がこれだけできるんだもん。演劇部が負けてるわけにはいかないわ。それにこの短くカットしたものの方がコンパクトで良かったようにも思うし、もう一度練り直しね。